ちゃっ、こんにちは。さあ豊さん、はい、やっぱり連敗負けが込むと嫌ですよね。まあ、いいわけないよな。やるからには勝ちたいし、まあだけど選手って負けててもその試合前、はい、とかはやっぱ戦略もちゃんと立ててるしね、うん、自分の考えをまとめてで試合に臨む、はい、で円陣も至って明るく振る舞う、はい、よし今日はみんなやろうぜみたいな、うん、でも先に1点取られ2点取られていくとものすごく不安になってくるよね。そうなってくるんですね。今日勝てんのかみたいな。例えば先に点を1点2点取ったとしても、あれこれもしかして、いやこれは最初に 1,2 点取って、うん、よし今日はいけるぜみたいな、うん、思うんだよね、うん、でも一点返されるとかするとえみたいな、やばい、大丈夫みたいな。それでね、連敗するとね、みんなが監督になっちゃうんだよね。みんなが監督、いやだから、えここでピッチャー変えるのってまだいけるっしょみたいな。えそれも選手とかがってことですか、うん、いやになっちゃう時があるんだよ、それとか、えまだ変えないのとか、うん、もう変えちゃうのとか、はい、焦ってんじゃねみたいな、そういうこともあるわけよ、はい、ただ勝ってて7回8回9回あとね、はい、サイニングって言った時にもう1点じゃ足りんぞみたいな、これ絶対ひっくり返されるからみたいな、そういうね引き寄せの法則じゃないけど、はい、マイナス思考になっちゃうんだよね。そうですよね。だからこれを振り払わないといけない。だからよく言うのは、誰か完封しなきゃ勝てないよねって言うんだよ。あだからまあそれはその通りで、はい、だから引き寄せの法則で、だから負のオーラみたいなのを引き寄せてる感じがするよね。自らっていうところありますよね。自らっていうところは、だから勝てる雰囲気にしないもん、やってて。確かにそうです。でも今日は負けるだろうと思っては戦わないよ。今日こそはって、うん、よーしいいぞいいぞみたいな、最初4点取ったみたいな、はい、でも不安だったんだよ、ダメだ。いやそんな感じだよ。いやでもまあソフトバンクはあれね、当たってるピッチャー見てみろ、はい、相当大変だから。まあ、そうなんですよね。だけど勝たなきゃいけないけどね、はい、まあ、優勝するためにはね、はい、だけど相当やっぱきついと思うよ。そうですね、ソフトバンクがね、でね、連鎖を起こす、はい、何でもないところでもバント失敗するとだんだんみんながプレッシャーがかかってくるんだよ。あいつバント失敗しやがったみたいな、はい、送っとけよちゃんとみたいな、うん、そしたら次、まあ、3回にあったとすると、はい、5回にも同じような場面でバント、うん、そいつガチガチだよね。かわいそう。あとが守っててもうそうだよ。こんな雰囲気の時エラーしやがってみたいな、連鎖し始める。みんなエラーが、いやなんかガチガチになる。例えばゲッツー取るにしても、はい、大事に行くからタイミングがちょっとずつ遅れてセーフになって、はい、ランナーを残してランナー残したやつが帰ってくるとかさ、そういうことになる。連敗って何連敗からがすごい気分的に嫌ですか？いややっぱり連敗っていうのは嫌だよ。2でも嫌ですか？いやそれは嫌だよ。例えば3連戦のうち、はい、先に1勝2勝って取られると、まあ、このカード3連敗はできないぞっていう感じにはなってくる、ね、まあ、2連敗ぐらいから嫌だ。で体がガチガチになってくるのは何連敗あたりから？俺13連敗っていうのを記録してるんだけど。えそれ現役の時ですか？まあ、勝てるもしなかった。そういや本当にピリつくもなるもみんな喧嘩が始まるからね。え喧嘩？だから遠藤さんっていうのはまっすぐフォークってめちゃ一流なんだよ、うん、スライダー投げたがるんだよ、うん、スライダー投げてパンカーン打たれてホームラン、はい、マウンド行って、うん、遠藤さんこれ申し訳ないけど言わせてもらうわ、まっすぐ方が一流かもわからんけどスライダーは三流だからなんで投げるんだよみたいな。試合中にもう頭きて勝てないからセカンドから行ったんですか？そしたら遠藤さんうっせえとか言ってもう喧嘩が始まってるからうっせえとか言って内部で喧嘩が始まるんですね。そうだ、まあ秋代さんが抑えで投げてきた、はい、ね、もう連敗中に、うん、ショートのやつがちょっと名前忘れたけどポロッとエラーしたんだよ。で、まあ、ショートのやつと、まあ、一緒に秋代さんのとこ行って、すいませんって、お大丈夫大丈夫っていう目が真っ赤に充血してたから、ね、怖い明夫さん怒ってた。そうそうそう、いやだからそれだけやっぱ抑えなきゃいけないし、はい、でも野手も攻めるわけにいかないし、大丈夫俺が抑えてやるって言いながら目が充血してたと目真っ赤にしてたと。もういいことないですね。いいことないんだよ。13連敗もう怒っちゃったさ、監督なんだ近藤さんが、近藤貞夫さんね、はい、怒っちゃった。選手に対してですか、怒るの？もう忘れもしない、そりゃそうだよ、新潟で、
13連敗くらってお前たちは外出禁止だとか言って、外出禁止、いやそんな気もないよみたいな、こっちは元気もなくなってるし、ね、えそれ13連敗を阻止したのはどうして、あれなんで勝ったのかな、もう覚えてないよそんなことは覚えてない、覚えてないですか、うん、でも誰かね、完封か1点かなんかに抑えて勝ったんだ、まあ、当時っていうのはやっぱ完投が美学とされてて、何球投げてもっていうようなことがあったから、まあ、そうだな、だから連勝中なんか連敗中のチームに当たるの嫌だしな、今日はなんかみんなで襲ってくんじゃないかって、ちょっと顔つきがギラつきが違いますもんね、まあ、広島がよくやってたのがみんなで声を出して元気なの、から元気、から元気、でも1点ずつ取っていくとその声がだんだん絞るんだだからやっぱりどんなチームもやっぱりそうなるよね、連敗はそうですよね、でマスコミ記事にも書かれるんで、だから俺らなんかいいよまだ、はい、太陽だったから、それは巨人とか阪神とかだったら大変だと思うよいやそうですよ、王監督だったり国保さんがいた時もソフトバンクな、そうです、ダイエーの時でしたっけ、あれって生卵事件ね、そうです、ファンが、いやそれはファンだってさ一生懸命応援してて勝ちゲーム見たいよね、まあもちろん見たいですよね、だけど負け続けるんだからさ、それは腹も立つよ、光が落ちる、分かるよ、我慢してくれって言っても、そう怒るよファンだって、それはお金を出して見に行って負けゲームばっかり見せられたんでさ、はい、怒るでしょ、確かに、まあ、生卵はね良くないとしても怒るはそのそうですよね、なんかこう溜まってきますよね、溜まってくるよ、じゃあやってる方はもっと溜まってるから、まあそうか、例えばそれで家庭内の雰囲気がギクシャクするとかあるんですかね、家庭内はどうなのかな、そこまでは持ち込まないですか、いや持ち込んだってしょうがないし、まあイライラはしてると思うよやっぱり、うんうん、イライラはしてるけど、そんな子供じゃないんだからさ足バタバタしてだだこねてるわけじゃないし、そんなことはないだろうけどな、でもまあ雰囲気的には嫌だよね、なんか例えばお祓いに行くとか、まあでも個人的には近くの神社かなんか行って、はい、手を合わせて、あやっぱり、うん、とかお寺でもいいけどね、はい、合わせて球場に入ったこともあるし、あそうなんですね、そうそうそう、結構連敗してましたか、元気連敗ばっかりしてない、うちはうちはうちはそうなんですね、連敗だらけだよだから慣れっこっちゃ慣れっこなんだけど、だけど雰囲気的には嫌だよな、嫌ですよね、もうピリつくよ、ですよね、いや俺が若い頃さ、屋敷とロッカー目の前でゲーム長いなとかいう話をこう屋敷としてたらさ、当然負けてんだよ、はい、そしたら山下さんが怒っちゃって、お前たちはなんてこと言うんだみたいな、みんな一生懸命やってんだぞみたいな、もうピリついてますね、そうそう、長いなっていう話をしただけそれなのに、うん、でも山下さんだから迫力がなかったんだよあんまり、なんでそんな怒ってるよなみたいなそんな感じで屋敷と話をしてたから、もう選手の間でもやっぱそうなってきた、いやだからもう会話が弾まないんだよ、そりゃそうですよ、ロッカーでも、うん、もうね、監督もそうだし、まあそりゃいいわけないよ、ゆずかさんが DeNA のコーチをされてる時っていうのは連敗ってありました、あ DeNA の時は連敗あった、もちろん中畑さんの時俺はもう連敗だらけだからいやだけど中畑さんはすごくポジティブな人で、うんはい、下向くな絶対下向くなって、うんね、もう本当にポジティブにやってくれるんだよ、うん、だからそれはもう勝つのが一番だったけど、はい、中畑さんも監督引き受けた時からこのチームは弱い、うんうん、もう分かってたから、はい、だってカブレラが一人で19本ペーペードームでホームラン打ってるのに練習でだよ、うんはい、うち全選手かかってもそこまでいかないんだよ本数がそんなチームが勝てるわけないじゃない、はいね、もうパワー不足もいいところだ、はい、で K と大型トラックみたいなもう馬力が馬力それがぶつかり稽古してるみたいな、はい、くしゃくしゃになるからそうですよねいやそれが中野さんとこう話をして、うん、ああいうソフトバンクみたいなチームができるといいですねっていうような話をしててだから負けても、はい、まあ原因はあるわけよな、うんまあ、例えばあそこでエラーが出たあそこで三振をしたとか、うんまあ、いろんな原因があってこういうところでやっぱりなんとかできるようなバッターを育てないといけませんねとか、うん、あそこで守りが破綻した守れるようにしなきゃいけないですねっていうようなことで、うん、負けて悔しいんだけどもやっぱ目標はそこじゃなくて勝負してるんじゃなくて高いところに長さもあったし、はい、だからそのコーチの時は連敗しても負けて当然仕方ないっていうふうに思ってたから、うん、だからそんなには落ち込まなかった。
ね。あ、そうだったんです。今日は勝ちますよね。当たり前だよ、今日は行くぞみたいな。長さ最小限にあるんだけど、負けが込むとこわーって。あの中畑さんですね。いや、考え込むよ、やっぱり。でもそれを、俺立派だったのは人前で見せなかったということだよね。だからロッカールームではもう疲れ果てて、はい、もうこう死んだように寝てたりとか、はい、してる長さ見てるから、うん、でも偉いなと思ったのは人前では絶対に下がった、うん、だそこら辺はやっぱこう見習う点があったし、だから今の DNA もあるんだろうと思うし、ね、うん、まあ連敗中な、なんで勝てないんだろうって不思議に思うよ本当に。そうですよね、なんであそこで1本出ねえかなってあそこで1本出たら逆転で勝ってるんだけどなって、うん、やっぱちょっとした差なんだよね、やっぱりね、それがチーム力というかさ、そうです、まあ、そういうことになるんだろうけど、うん、指揮官だったりとかベンチがどんなに負けが込んでてもやっぱりポジティブに言ってくれると選手たちもなんかそこで、あ、じゃあいけるかな今日はとか、まだ逆転できるんじゃないかとか前向きには気持ち的にはなれますよね。いやだから長谷さんなんかもうコーチ会議の時に、はい、GM がね、うん、どうすんだ監督って言って前向いて行くしかないですよって、うん、お前は具体的なことはないのかとか言って言われたけど、でも具体的な案を出したとしてもそれは絵に描いた餅でそううまくはいかないんだよ。だから気持ちだけは前向いとこうが俺は正解だったと思うんだよ、うん、まあ確かにこのピッチャーはクイックが遅いから足を使いましょうとか、うん、まあいろんな話はあってもまずはスタートの時点で負けるんじゃないかとかじゃなくて、はい、よし今日は勝とうっていうその気持ちが大事でさ、はい、GM が言うのも分かるよ、具体的な案はないのかって。具体的な案があったらもうやってるよそうですね、うん、だから最初はやっぱ気持ちをしっかり立て直すということだよね。みんなマイナス思考になるから、まあ、そうですよね、うん、だから長さんは絶対マイナス思考にはみんなの前ではならなかったからね。それってでもすごい一番大事だと思います。なあ、うん、でも、もう裏に入ったらマイナス思考だったよこうやってだからその演じるっていうのはすごくやっぱり長さんは疲れたと思うけどね、うん、まあ一つの例から言うとね。だからトートバンクが9連敗、日本ハムが10連敗とかね、はい、いろいろしてるけど、はい、まあ晴れない日はないよ。そうですね、いや絶対来るから、だからその時に勢いをね、いかに続けるかどうか、うん、まあ、そこだと思うけど、連敗中の雰囲気なんか最悪に決まってるよね。酒飲んでかいみたいな感じだよねまあそんな勢いなんですね酒飲んでも解決しないからなまあね、そうですよね、うん、まあね、一個その連敗を止めればそこからまたね、流れだったり気分って変わっていきますし、まずいいか、絶対負けゲームにはミスがついてきてる、うん、見てみろこの連敗中のミス、よし今日はミスをなくそうみたいな、うん、いきなりミスだもう出鼻くじかれるわ。いやそういう時もあるんだよあ、だからねもう笑い話になっていくんだよ。まあそうですね、後々ね、そう本当に、まあ、そういうこともある。そうですね、うん、ね、連敗中の時こそ前向いてポジティブに、ファンもチームも行きたいですね。まあそうだな、でも一般の生活でもありません？例えばなんか鳥の糞が落ちてきたな今日はと思ったら、自転車にぶつかったなとか、急になんか体当たりされたなとか。あんまりないでなんかあんじゃない？いやいや、なんかあと全部自分で。長嶋さんなんかはさ、うん、今はライトがつくでしょ自然に、うん、車ですか、ね、うん、つきます。でも球場に入る前にわざとライトつけるんだって。何ですか？でこう入っていくと警備員が、あ、ライトついてますついてますって。そう、俺はついてんだみたいなそういういや、そういうの、いや、ほんとほんと、あ、そういうので入っていったこともあるらしいよ。気の持ちようですね。気の持ちようで変わるよ。でも気の持ちようっていうのはなかなか進んでいくうちに変わっちゃうからね、うんうん、あ、そうですね、それを最終回まで持っていけばいい。最後まで信じることだな、絶対勝てる、ね、諦めない、うん、でも結果一緒なんだけど。そんなこと言わないでください